はい、いつもマルゲンの YouTube チャンネルをご視聴していただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日なんですけれども、はい、今日はですね、今日は何ですか。はい、まあ、初めて新型 G クラス、新型 G クラス、ディーゼルモデル、はい、ディーゼルモデルまあ購入しようかなと、うん、まあ、いろいろグーだったりとかカーセンサー見ていく中で、はい、いろんなオプションの名前載ってるじゃないですか。ああ、そうですね、車のタイトルも。はい、で実際まあ G クラスだと、うん、まあ、どれが定番品なのかとか、はいはい、まあ、どういう種類なのかとか、はい、そういったところを今日は改めてですね、うん、まあ、初めて購入される方に向けてちょっとご説明してもらいたいなと。わ、うん、かりました。お願いします。はい、まず、うん、新型 G クラスのディーゼルモデルの種類はどれぐらいありますか。はい、まあ、種類で言うと、まあ、G350D と G400Dがありますね。まあ、それぞれ限定車がもちろんあるので、まあ、大きく言うと G350D、G400D っていうのが今の新型 G クラスのディーゼルモデル、ディーゼルモデルタイプっていう風になります。G350D は2019年から2022年までの、期間に販売されております。で、G400D は、2021年からですね、まあ、現在、に、渡ってるっていう感じですね。うん、はい、若干時期は被ってるんですね。若干被ってますね。うん、一時期こう併売っていう形で、はいはい、それぞれあの販売されてた期間がありますので、うん、はい。ちなみにそのモデル、うん、なんかそれぞれどういう違いがありますか。違い、まあ分かりやすい。言うと、まあ、G350D をベースに考えると G400D はその G350D より選べるオプションが増えてるっていう感じですね。うん、で車自体の規格みたいなほとんど同じってことですか。そうですね、サイズであったり、まあ、デザインなんかはもう同じなので、うん、まあ、G350D のバージョンアップされてるっていう感じですかね。うん、はい、これ正直、まあ、2台あの乗ったことは当然あると思うんですけど、うん、はい、乗り心地的な部分は一緒ですか。そうですね、普通に乗ってる感じだと僕は正直、差を感じませんでした。うん、まあ、ただ 400D の方のがやはりパワーアップしているというところもあるので、うん、高速なんかを使われた際には 350D と 400D の少し差を感じるかもしれないですね。うん、普段使いではそんなに僕は、差はないかなっていうふうに思います。うん、はい、まあ、ではそれぞれ の、 あの主要のオプション、はい、主要オプション、はい、種類だったり教えていただきます。はい、まず G350D でからご説明しますと、主要オプションは AMG ラインラグジュアリーパッケージ、アダプティブダンピング、この3つのオプションが、まあ、いわゆる主要オプションですね、うん、になっております。で G400D は今この、3つのオプションにプラスアルファで G マヌファクタープログラムっていうのと、あとまあ最近出た G マヌファクタープログラムプラスという、そういうオプションがさらに設定があるという感じですね。まず AMG ラインで言うと、アルミホイールが20インチが装着されております。まあ、その他にも、まあ、レッドステッチ、レッドシートベルトであったりとか、まあ、いわゆるスポーティーグレードっていう、そういう位置づけのオプションになります。はい、でラグジュアリーパッケージは、まあ、分かりやすく言うとサンルーフがついているかついていないかというところになります。でアダプティブダンピングは、これは乗り心地をより良くするための足回りのオプションになります。まあ、いわゆるこの3つの3点オプションが、はい、350D と 400D と共通しているということですけれども、はい、そうです。ただ1点、 400D の方で AMG ラインが、2022年の8月からですね、新 AMG ラインAMG ラインの内容が変わっていますので、その AMG ライン、先ほどお伝えしたレッドステッチ、レッドシートベルトがなくなって、まあ、デザイン的にはこうブラックで統一されたデザインになってますし、その他まあシートの素材であったりとか、ルーフライナー、天張りですね、の素材が変更されて、まあ、よりこう高級感のある仕様と、変わりました。そこは 400D の AMG ラインだけ、そこ、違いがあるというところですね。まあ、G400D、まあ、ならではのこのマヌファクタープログラムプログラム、はい、とプラス、こちらどういった特徴が、はい、
これは、シート機能であったりとか、はい、シートカラーの方が、変わってまいります。はい。マヌファクタープログラムは全部でシートカラー6色設定があるのと、あと、機能で言うと、シートベンチレーター、リラクゼーション機能、ダイナミックシートといった、そういう、まあ、より快適に乗れるオプションですね。うん、そういったものが、G マヌファクタープログラムになります。で、その G マヌファクタープログラムに、まあさらにプラスっていう、それはシートのデザインが G63 のようなダイヤモンドステッチのシートデザインになっております。そこが、まあそれぞれのオプションの特徴となっております。そういうことですね。はい。この3点オプションっていうものは、はい、うん、これ大体 G クラス買う上で、ほとんどそんな感じ。そうですね、うん、まあ僕が見てる限りもう9割、まあ、10割とは当然いかないんですけれども、うん、まあ9割以上のものが3点オプション以上のオプションになっているところですね。はい、ではですね、実際に、うん、まあ、あのカーセンサー見ながら、うん、あのこういったオプションがついてるついてないみたいな、うん、そういったところをちょっと見ていきたいなと思います。はい、はい、行ってみましょう。はい、はい、ということで、カーセンサーのページ G350D で開いていきましたので、はい、ちょっと見ていきましょう。はい、じゃあ、まあ、上からですね、ちょっと見ていこうと思います、はい、G クラス G350D、うん、AMG ラインディーゼルターボ 4WD で LUX、PKG、うん、これはいわゆるラグジュアリーパッケージですね。ラグジュアリーパッケージ、はい、で SR、 これはサンルーフ、うん、で黒川ADS、ADS っていうのはアダプティブダンピングシステムですね、うん、で RSP の全周 C点点点っていうことで、うん、これあのカーセンサーの仕組み上ですね、この AMG ラインディーゼルターボ 4WD までは、これあの車両登録するときに選択するようになってますので、ここまでは大体共通入力ですね、共通されてここまでは一緒だと思います。でその後の見出しはですね、これ各販売店が任意でいろいろ打ち込めるようになってるので、ここは、それぞれ違ってくるっていうところですね。はい、でこちらの車見てみると、まあ、AMG ラインラグジュアリーパッケージアダプティブダンピングがついてるっていうことなので、いわゆるこのメーカー仕様オプション、まあ、3点オプションになるっていう、そういうことが分かりますね、うん、はい、ADS っていうふうに略されるんですね。まあそうですね、ここ、ここ時数の制限がありますので、うん、まあいろいろ打ちたいっていうとこになると、アダプティブダンピングシステムっていうと、うん、もうさらに結構な文字数になるので、うん、もうそれだけ打ったらもう他何も書き込めないっていう状態になるので、うん、そういう略されるケースも結構多いかなと思います、うん、はい。で、その下見てみると、うん、先ほど言ったように AMG ラインディーゼルターボ 4WD まで一緒ですね。で、この後がラグジュアリー PKG、ラグジュアリーパッケージですね。で、近年ワンオーナーレーダーセーフ、点々となってるんですけど、うん、まあ、ここだけ見ると今 AMG ラインとラグジュアリーパッケージはついているなっていう見方ができます。で、じゃあ、アダプティブダンピング欲しい方は、ここまでだとまだわからないので、これあの車両の詳細をちょっと見ていく必要があります。ちょっと見ていこうと思います。はい、まあ、ここにですね、あのアダプティブダンピングっていう記載があればついてるっていうところになるんですけど、まあ、どこに書いてあるか、まあ、もしくは書いてないかっていうのを見るのは、うん、もう本当こうやって一台一台ですね、開いてを見ていくしかないんですけれども、今のところないですね、うん、で、こちらですね、写真1枚ごとにコメント、写真1枚ごとにコメントが入力できるシステムなので、写真の方に、コメントの方に記載がないかっていうのも確認してもらうといいかなと思います、うん、はい、こちら見ていくんですけど、記載はないですね。はい、なのでこのお車に関して言うと、アダプティブダンピングがついてるかついてないかっていうのが今のこの中だけだとわからない
ので、これはもしこの車いいなと思われた方、まあアダプティブダンピングも欲しいなと思われてたら、この販売店に、まあ、直接聞いてみてもらうのがいいと思います。はい。で、続いてこちらですね、見ていこうと思うんですけど、まあ、AMG ラインディーゼルターボ 4WD までですね。で、まあ、これだと、今 AMG ラインしかついて、AMG ラインしかついてないっていうことになるので、じゃあ、ラグジュアリーパッケージとアダプティブダンピングがついてるかどうかっていうのも見ていこうと思います。はい。で、先ほどと同じように、詳細を開いてみますけれども、まあ、記載の方ですね。まず見ていくと、ここにはなさそうです。なので、まあ、写真の方で見ていこうと思います。はい。広告が出てきましたね。これは×で消します。はい。コメントの方でもないんですけれども、写真の方で、これですね。はい。こちら見ていただくと、写真でサンルーフがこれついてるのがわかりますよね。はい。先ほどお伝えしたように、ラグジュアリーパッケージはサンルーフがついてるかついてないかっていうところでも判断ができますので、この車はラグジュアリーパッケージがついているということになります。で、アダプティブダンピングは先ほどと同じように、これはもう写真ではちょっとわかりにくいので、直接販売店の方に確認してもらうっていう形となります。はい。はい。では続いて G400D を見ていこうと思います。はい。G400D は G350D より選べるオプションが多いっていうところが、まあ、注意点となりますので、はい。そこも踏まえて見ていこうと思います。はい。まず一番上からですね、G400D AMG ラインディーゼルターボ 4WD。ここまでは先ほどの 350D と同じですね。これは、システム上、共通しております。で、その後のブルネスターサウンド、シートヒーターとあるんですけれども、これ、ラグジュアリーパッケージはついてます。はい。先ほど、ラグジュアリーパッケージはサンルーフがあるかないかっていうふうにお伝えしたんですけど、実は、このブルメスターサウンドっていうのも、ラグジュアリーパッケージの一部となりますので、このブルメスターっていう記載があれば、もうラグジュアリーまではついてるっていうところですね。その他のアダプティブダンピングであったりとか、G マヌファクタープログラムがついてるかっていうのは、まあ、中身を見ていく必要があるというところになります。はい。で、続いてこちらですね。見ていこうと思うんですけど、AMG ラインディーゼルターボ 4WD で、G マヌファクタープログラム。書いてありますね。はい。で、ラグジュアリーパッケージ。これは AMG ラインとマヌファクタープログラムとラグジュアリーパッケージがついているということになります。じゃあ、アダプティブダンピングはどうかっていうところは、詳しく見ていかないといけないっていうところですね。はい。で、次にこちらなんですけど、AMG ラインディーゼルターボ 4WD の後に左 H っていう記載があります。これは左ハンドルっていうとこに、ことになるんですけど、G400D はディーゼルモデルで唯一左ハンドルの設定があるモデルなんですよね。で、これは左ハンドルの 400D になるんですけれども、で、ここ、こうやって書いてくれてるとこも少ないと思うので、左ハンドルの 400D が欲しい方は、この絞り込みを押してもらって、そうするとですね、ステアリングを選ぶ欄があります。ここですね。ここで左をクリックして、で、検索ですね。してもらうと、もうこれは 400D の左ハンドルだけが出ている状態になるので、こういう検索の仕方をされるのが、一番わかりやすいかなと思います。はい。はい。で、その中で、これ、ちょっとご紹介なんですけど、400D ディーゼルターボ 4WD の後が、マヌファクトゥーワエディションっていう記載があります。うん、はい、これは、限定車の 400D になるんですけれども、先ほどお伝えした G マヌファクタープログラムと、結構、これ、似たような名前。そうです。混同しちゃいそうですね。そうなんです。で、お店によっては、マヌファクトゥーはプログラムっていう言い方するとこもあったりするので、類似しやすい名前になります。で、この限定車ですね、もうちょっとパッと見てもらうと、もうこれ白黒パンダの、通称パンダカラーの
限定車になるんですけど、ただよく通常モデルでもこの限定車仕様にブラックアウトされてる車もあったりするので、内装を見てもらう必要があります。はい。内装の写真がこちらですね。はい。また広告出てきましたね。はい。これは消します。なかなか消えない。はい。まず、一つ、このシートのデザインとシートカラーなんですけど、まあ、グレーブラックの、こちら、シートですね。このグレーブラックは、この限定車ならではのシートカラーになりますので、まあ、そこで、あ、これ限定車だなっていう見分け方もできますし、まあ、あとダイヤモンドステッチですね。この柄は限定車特有の、デザインになりますので、そういう部分でですね、あ、これは限定車だなっていう判断をしてもらえばいいと思います。ただ、Gマヌファクタープログラムプラス、ダイヤモンドステッチのデザインの 400D になります。で、これの見分け方としては、車の年式で判断は可能です。例えばこの限定車ですと、2020年か2021年しかない限定車ですので、マヌファクタープログラムプラスに関しては、早いものでも2023年からの新オプションなので、もうその発売年でですね、登録年で、新車の登録年で、あ、これは限定車なのか、これは通常モデルなのかっていう、そういう見分け方ができます。はい。はい、ということで、まあ、カーセンサーでの、この各オプションの見方っていうのを、ご説明させていただいたんですけれども、はい。まあ、G350D、うん、G400D、うん、まあ、リョジッちゃん的に、うん、まあ、それぞれどこがおすすめというか、ポイントみたいなところがあります。はい、まあ、G350D で言うと、まあ、この新型 G クラスのディーゼルモデルの中で、まあ、一番安価に購入ができるモデルになりますので、そこは一番メリットかな。おすすめかなっていうふうに思います。はい。で、G400D は、まあ、その G350D より、まあ、選べるオプションが多いっていう部分で、うん、例えば、ベンチレーターが欲しいとか、左ハンドルのディーゼルモデルが欲しいという方にとっては、400D でないと逆に行けなくなるかなと思いますので、そういう、まあ、こだわりが強い方ですね。400D がおすすめになるかなっていうふうに思います。なるほど。はい。わかりました。まあ、ぜひ、今、新型 G クラスのディーゼルモデル購入検討されている方はですね、はい、ぜひ、今日の動画参考にしていただければなと思います。はい。ただ、もし、新型 G クラスをですね、購入、検討されていらっしゃる方はですね、ぜひ当店でご購入の方いただけたらというふうに思います。はい、間違いなく市場相場よりも絶対におすすめできる価格で価格設定どの車もしておりますので、うん、絶対的な自信がございます。欲しいモデルの G クラスが当店の方にありましたらぜひご購入の方ご検討いただければというふうに思います。もう全国どこでもですねご納車の方伺わせていただきますので、うん、陸送費を入れても間違いなくおすすめできる価格になっておりますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。買取査定のご依頼は概要欄にある買取査定フォームよりお願いします。 G クラス販売情報は YouTube コミュニティ、Instagram、Twitter にて随時ご案内しております。G クラスグッズはオンラインショップにて販売しております。随時商品を更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。